다음 문장의 한자를 어떻게 읽을까요? 집 근처에 풀장이 있습니다. 家の近所にプールがあります。 집 근처에 풀장이 있습니다. 家の近所にプールがあります。 집 근처에 풀장이 있습니다. 家の近所にプールがあります。 긴조는 근처라는 명사입니다. 니는 조사이고 특정 장소에 붙으면 에라는 의미를 가지게 됩니다. 家の近所にプールがあります。家の近所にプールがあります。家の近所にプールがあります。 この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。